どうだった？重たかった？重たい。風が強かったけ、風がなるべく強くなさそうなところに行こうって。よし。キャンプもいいけど、こうやって海を見てやるのもいいよね。おすごい。すげえいい肩のキスが3連発や。そうですね。巻いてきよったら当たってくるんですけど、はい、当たってもゆっくり巻きよったらこう連掛けできたりできますね。2匹3匹と。ああ、当たって放置しとったら下のやつがこう暴れ回って絡んだりするんですけど、はあはあ、ゆっくりテンションかけたままずっと引っ張ってきよったら、なるほど、絡むことなくこう連掛けできます。すごい。なんか釣れた？二人？ほら、釣れた。よし行こうか。よし。すごい。無理。取れた。取れた取れた。よし、じゃあもうそのお魚をじゃあクーラーボックスに入れてあげよう。頭のとこ持って、頭のとこ動かんけ。うん、そうそうそう。しこれかやべやべ。あっ、よっしゃ、オッケー。よし、じゃあもう一匹を外してあげて。しんどるね、これ。まだ生きとるんかな。さあ、もう一回行く。もう一回。じゃあ今度こっから投げようや。うん、よし。出ましたが、ちっちゃい。ちっちゃいけど、まだこいつはね、あの背中が痛いけね。ほら、これが。そう、気をつけてけ、これだけ。あ、これぐらい置いてけ。そのキスはいいサイズじゃない、結構。いいサイズ。これは、でかい。わ、大きい。ね、大きいね。これはね、江戸前寿司とかでね、食べるよ。カスゴって言って。ああ、でも今回はリリースし、リリースよ。うん、してあげるけど、うん、マダイのちっちゃいやつね。うん、リリースするよ。うん、いい？うん、次会うときはでかくなってるかもしれない。もしかして。そう。またするかもしれないよ。はい。あ、潜っていった。こいつは持ち帰るよ。こいつは大きい。こいつはでかいね。どうか。持つか。だね。見て。おっとおっとおっと、殴ってダメよ。よし、うまいうまい。あ、あ、あ、そうそうそう、よし。めちゃくちゃ連れてきたね、だいぶよく連れてきたね。見て、おー、すごい。よし、じゃあ置いとこうね。うん、いっぱい連れてきた。たじゃん。よし、餌変えよう。餌変えよう。あ、たくあんとかベーコン。マジで？ガチで。じゃあいただきます。どうぞ。美味しいね。釣りした。わかった。釣りがした。ハマっとるね。これルアー覚えたら英才教育。なんか能力あると思うよね。そう、運動とかね。レンジルね、持っとるよ。持ってないと落ちるよね。おっと、おっと、おっ
すごいな。なんか一つ違うの釣れた。またあれなんじゃない、タイなんじゃない。メゴチ？見て。なんか少し違う。やめてよってメゴチをね。メゴチもメゴチ。これ。これメゴチだって。これどうした？このね、大きなお魚あったじゃん。うん、これを母ちゃんに分かるように半分切るんだけど、このままで持って帰ろうと。こっちお刺身すると、こっちは残ってるそのまま、うん、こっちだけお刺身にする、うん、で帰ってからもキャラメルちゃんとかあげれるよ、いいみたいな、うん、ちょっと待ってね、ペットボトルの上がいいの、これ、うん、裏技なんだけどね、これで取れるよね、ペットボトルね、ね、こうやって簡単に、あとでちょっと掃除するんだけど、うん、鱗はね、ここは痛いけね、背中がね、これ痛いけね、ほらここ先っちょ針になってるけど、痛いだろ、うん、ここだけ気をつけないけん、この魚、お魚のね、形は残っとるけ、うん、形のまんま残したいんだろ、多分そうだと思うね、そういうことよね、きっと、うん、エラを取ってんすよ、これ食べれんところだけ、うん、形のまま残ったらいいとだろ、そうだね、エラ切って手払っときます、あー長く落ちてしまった、内臓を取ったら、ここに血合いっていうのがあるんで、ここですね、うん、なるほど、これを一回洗ってあげないといけないですね、うん、なるほど、腹、背、背、腹でやるらしいんですけど、ここに薄く切り込みを、入れてあげて、で骨に当ててすらしていく感じですね、うーん、なるほど、最初にガイドを作ってってことね、ああ、うーん、で中の中骨に刃を当ててカリカリ感を感じながら滑らしてくる感じ、もうやろうとしようね、たら反対も同じように、あー、どうか、一本入れて骨に沿わして、カツ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 って、なるほど、中骨に当たったら音がするんですよ、これ、はいはいはい、当たったらこっちか一回刃を通してあげて反対向けます、でこれで結果あれですか、うん、2枚おろしで置いとかない、あ、そこそこ、3枚にならんのか、そう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 、母さんに姿見せてあげるこいつは反対向けたらもうこのままですよ、なるほど、次がここの
血合いですね。これ やってみて。この骨もあるじゃん。ああ、ほんまじゃん。骨がある、骨がある。うん、骨ね。骨もあるし、ここに皮の方に血合いっていうところあるんですよね。おう、そこを取ってあげる感じですね。骨もあって血合いがあるってことなんですよね。ああ、なるほど。ああ、ちっちゃい魚とかだったらこっちの尻尾の方まで骨はないんですけど、大きいやつとかだったら取ってあげた方がいいですね。皮引きの時に特にこの包丁がメイン、これ皮引き用で使うぐらい、なるほど。ちょっと身を切ってあげて、これ斜めに、そうですね、斜めに行って皮一枚を今度感じながら、これ引きやすい魚と引きにくい魚がおるよね。ですね。安いのはどういう、これは割と引きやすい方なんだけど、で引っ張りながらこれを皮を引っ張るような感じよ、皮を引っ張って感じ、包丁を動かすんじゃなくて。あ、なるほど、イメージで言ったら、お、綺麗、綺麗しみよね。すごい。要はその引きやすい魚、引きにくい魚っては皮が硬いか柔いかみたいな。そう、あ、やっぱそういうことなんで、逆にそのハマチとか結構皮が残ったりするよね。あ、お餅は硬くないんだ。硬くない。あ、見た目に反して。そう、でもカサゴとかああいうのは硬いよね。あ、タイとか。で、斜めに皮を感じながら。ほら、綺麗に切れてくるね。ほらね。ほら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 。おお、完璧。こっちはちょっと。あれも綺麗な色が残らなかった。これはあれはね、あのボイルして茹でて、うん、ネギ散らして、うん、ポン酢とかで食っても美味しいよね。で食べる人もいますね。で筋がこう入ってるんで、こう向きで切るはずです。うんどんぐらいでしょう。こんぐらいでいこうか。うん、一切れ。もう一切れぐらいで。完璧だね。うお、すごい。こんな感じですかね。すごい、うまいな。で、あとは帰っておろすだけだね。ああ、うん、綺麗なハム。たこ焼きくんはお刺身食べてみようか。ちょっと待って。結構あんだけ大きくてもここに血合い骨があるじゃん。うん、血合い骨、さっきこれ外したところだよね、うん、これでこうなってるよね、こういう状態でなってるよね、簡単に言ったら、うん、でこれを取ったらやっぱりこういう形になるよね。もうこれもうちょっと折ったらね、ここに動脈のあれが分かるよね、神経と、うん、骨の上側に神経があって、こっちに動脈がある。うーん、こっちに動脈、こっちに神経ね。それはそのどの魚もそういう感じでその向きである。こっちに神経があって、こっちに動脈があるというのは、うんうん、どの魚も共通。ああ、うん、なるほど。さっき締めるときに切ったのがここの血合いっていうか、この臓器になるんですけど、骨の下側に太い動脈通ってるんで、はい、その動脈を切る感じですね。ここを切る感じ。お、この骨に当ててこう切る感じですね。なるほど。ここにカッて歯を当ててあげる感じです。おー、なるほど。でスパッと切る感じです。食べてみてね、これ。脳天はこの辺だったよね、確か。ここで神経のこの線に沿ったところだね。あー、なるほど。ちょうど沿ったところだね。そうそう、そうですね。待ってよ、醤油をちょっと、あ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、めっちゃ元気。おい、食べてもらおう。食べて、うん、食べて。うん、おいしい。うまい。うん、どうですかこれ。いいよ、これも食べてみよう。これ大島でしか売ってない。あ、そうなんですか。この超いいこれ。
どう、自分で釣った魚は。うん、美味しい。うん、初めて食べるもんね、これ。うん、多分食べたことないと思う。よかったね。お、食べるね。美味しい。うん、お刺身食べるよね。母ちゃんがね、これ買うときにね、うん、父ちゃんこんなでっかいやついらんやろって言ったんだけど、うん、大は小を兼ねるって言われて、いや確かにそうやった。その魚も入れるといいかもしれない。これ、うん、皮も入れとこうかじゃん。皮も分かる。疲れたろう。でも楽しかった。でも今度また行こうって。今度船とかも行けるって。また大物釣りに行こうや。今日の大物はチヌっていう魚だったね。初めてチヌっていう魚釣った。よし、もうちょっと車じゃけえね。大荷物。今充電なの？充電あと 3% ぐらいだと思う。よいしょ。いやー楽しかった。なにこれ、タイ？なんだろう。チヌ。クロダイっていうやつだった。なんかあるよ。何だろうか。ちょっとこれをね、うん、出してみてください。これ。うん。すごい。これはたまやくんが一人で一番最初に釣ったやつ。え、すごくない？これ大きいよ。そうなんよ。すごいじゃん。すごい。こんな大きいの釣ったん。すごいじゃん。これ重たかったじゃろ。すごい。でもその前にね、うん、もっとでかいやつがかかったんだって。あ、そうなん。で、なんか体を持っていかれそうになったらしい。ああ。結局逃げてしまったんだけど。あ、そうなん。それはこれよりでかかったって言った。へえ。すごいね、なんかすごいね、すごいね、なんかきつい。すごいね。よし、それ行こうか。いいじゃん、キスね。まず一番最初にやらなきゃいけんのは鱗を取らなきゃいけん。こうやってやってみたい。いい？こうやって尻尾の辺押さえて、うん、こうやってやったら、この先っぽでやったらいいからね。こうやって、うん、動かしたら取れる。じゃあこっち側触ってやってごらん。こんな感じ。そうそう、その辺はやったから、今度この辺とかもやって。どっちがやりやすい？こっち。あ、こっちの方がやりやすいか。あ、よう取れる。よう取れる。
よう切れる。研いだけじゃない。うん、こんなもん。え、で塩かけていい？じゃあ塩かけよう。お願いします。いろんなところに。うん、うわ、全然かかってない気がする。いいよ、大丈夫。めちゃくちゃ塩かけるね。もうこんなもんよね、きっと。ここも？うん、お願いします。でかいね。大きいで、これ網に入らん。ほら今頭これ突き抜いてたんよ。自分で釣ったやつやけね。うん、食べよう食べよう。よし、こんな感じかな。よし、じゃあ蓋を閉めようか。オッケー。じゃあ行くよ。うん、それで反対側にもつけて。いい？よし。よし、じゃあそれでこのまま持っていくよ。よし。はい、これで油の中にゆっくり。そう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 。オッケー。よし。そんな感じでどんどん行こう。よし。よいしょ。いいか。よし、いくよ。余分のやつを取って、うん。いくぞ。おい。うん、うまい。キスの天ぷらに塩をかけてあげて。これ。うん。いくよ。はい。よし、それでみんな食べようか。これバッチリ金。忘れとった。あ、そうじゃ。焦げた。焦げた。どう？うん。うん、美味しい。うん、だね。美味しい。じゃあみんな食べてあげて。わかった。これ美味しい。おー、よかったね。皮もこれ食べれる？ん？皮食べれると思うよ。どう？うん、食べれるよね。うん、美味しい。うん。よし、じゃあキャラメルちゃんも食べてあげて。ちょっと食べていい？うん、いいよね。うん、この背中の方が美味しいかもしれない。ここはない。え、かっちゃんね、うん、あの夏休みのキャンプの時に魚の口の検査しとった。口の検査しとった。よかったよかった。まあ、見ればわかるけど。見て、かっちゃんもご飯と一緒に食べたい。いいよいいよ、ちょっと食べておく。で、じゃあかっちゃんも行くよ。いいよ、ちょっと食べて。じゃあここらへんに。おはは、でっかいね。あー、じゃあ取れた。いや、穴開いた。え、おいしい。うん、よかった。じゃあみんなで食べようね。じゃあいただきます。うん、美味しかった。うまい。ふわっとってる。よし、行こっか。もっと？もっと？
くあんとかベーコン、マジで疲れたろ。でも楽しかった。